何よりまして自由なものは心の中のものを思い、目を開く以外に止めるものはない。寒さが特に嫌だと雪の日がただ好きなのは、ものになすべてが無口になるからだ。朝はいつでも待ちもせぬのに早く始まる三日月が、僕の中でまだブランコしてるのに、変わってしまう君との対話、白い壁との独り言、ガード下で遊ぶキャッチボールみたいに。レモン切るときふとつらいのは、大切なものが死ぬときの寂しい香りが広がるからでしょう。再色されてゆくことだけで、それを成長私は。